ダニエル・エルナンデス・モリリオはペルーの画家である。1919年にリマに設立されたペルーの国立美術学校の初代校長を務めた。ワンカベリカ県のサルカバンバに生まれた。父親はスペイン人で母親はペルー人であった。4歳で家族とリマに移り、15歳からイタリア出身の肖像画家、写真家のレオナルド・バルビエリに学んだ。 バルビエリはゴールドラッシュ時のカリフォルニアで肖像画家、写真家として働いた人物である。バルビエリがリマを去った後、モリーリョはバルビエリの美術教室を引き継いだ。1872年に描いたソクラテスの詩という作品が認められ、マヌエル・プラードが共和国大統領を務めていた。政府から奨学金を得てヨーロッパに留学することになった。1874年に、 ペルーを出発した。パリに到着した後、1850年からヨーロッパで暮らすペルー人画家、イグナチオ・メディーノに会い、ローマで学ぶことを勧められ、それに従った。ローマには9年間滞在し、スペイン出身の画家、マリアノ・フォルトゥーニラに学んだ。1883年にパリに戻り、パリに住むスペイン語圏の芸術家のグループ、 ソシエダでピントレズエスパニョーレスの会長に選ばれた。フランス芸術家協会の会員になり、芸術家協会展に出展した。1912年から南米やローマを旅してで展覧会を開き、1918年にパリに戻った。弟がペリューの聖職者として指導的な地位になっていた。影響もあって、ホセパルドイ・バレーダ大統領は森医療を帰国させ、 1919年に開校した国立美術学校の初代校長に任命した。森井良はこの仕事を没するまで続けた。ありがとうございます。